こんにちは、メイキャップアーティストの石川祐希です。アイブロウ、アイメイク、リップが終わって最後にファンデーションです。ぜひ見てください。実際このやり方をやっていただいた方分かると思うんですよ。ファンデーションの量が必要最小限でベースメイクを仕上げることができるんですよ。例えばカバーが少ない人は、ポイントでニキビを隠してあげたりとか小鼻を隠してあげる、それだけで済むんですよね。水光系のクッションファンデで仕上げていきます。でもう量が分かるんですよ。ここで、ここにどれぐらい乗せればいいっていうのが分かってくるので、そのポイントを見ながらしていきます。じゃあ今回は、頬を叩き込むようにして、もう量が分かるので、この辺は薄くてもいい、ここはちょっとしっかりカバーしたいなっていうのが分かってくるんですよ。ポイントは先ほども、最初のベースメイク編でも言ったと思うんですけど、丸を意識してください。こういう風に頬も丸を意識してください。軽く、そうすることによって女性らしい優しい顔の印象に仕上げることができます。で、細かいとこはこうやってスポンジで、アイメイクとなじますこと、ここがポイントなんですよ。で、最後にファンデーションをすることによってここをなじますことができるんですよね。で、綺麗な状態で最後ベースメイクを仕上げることができる、これがすごいこのやり方の最大の特徴ではないでしょうか。細かいとこをしっかり隠して、なのである程度最後のファンデーションが少し言い方悪いんですけど適当に仕上げてしまっても、結果バランスを取ることができるんですよね。最初にファンデーションをやればいいっていう発想を忘れてしまって、必要以上にファンデーションを塗ってる方ぜひこのやり方やってみてほしいです。まず塗ればいいってことを忘れてください。で、アイブロウ、アイメイク、リップが終わった後にすることによってファンデーションの量を調節できます。ぜひね、これはね、騙されたと思ってね、試してみてほしいですね。